皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。驚くべき瞬間として、BTS の V がセキュリティなしで市場を訪れる姿が目撃され、ファンや地元の人々の注目を集めました。この訪問の写真はすぐに SNS で広まり、市場の雰囲気を楽しみながら、そこにいたファンと交流している V の様子が映し出されています。 V は世界的なアイドルとして忙しいスケジュールと華やかなライフスタイルで知られていますが、今回の訪問ではよりリラックスし、シンプルな姿を見せたため注目されました。セキュリティなしで自由に市場を歩き回り、屋台で食べ物を楽しんだり、店主と会話を交わしたりする姿は彼の魅力をさらに引き立てました。この訪問は、V がどれほどのスターであっても、普通の瞬間を楽しみ、 周囲の人々と直接つながりたいという願望を持っていることを示しています。そこに居合わせたファンたちは、V と実際に会える幸運を感じ、多くの人が SNS でその喜びを表現しました。興味深いことに、V がセキュリティなしで市場を訪れたことは、軍隊生活中でも普通の感覚を持ちたいという彼の願いを反映しています。これは、エンターテインメント業界におけるアイドルにとって、 ファンとの個人的な交流がいかに大切であるかを理解していることを示しています。このような自然体なアプローチは、ファンとの絆を深めるだけでなく、人生の小さな喜びを楽しむことの大切さを思い出させてくれます。さらに、V の市場訪問は、セレブリティ文化と名声によるプレッシャーについてファンの間で議論を引き起こしました。このようなカジュアルな外出を受け入れることで、 V はアイドルが完璧さよりも本物らしさを重視するべきだというメッセージを伝えています。彼の行動は、スポットライトの外に出て、日常生活とつながろうとするアイドルの姿をファンに見せ、共感を呼び起こしています。V がセキュリティなしで市場に行く勇気を見せたことで彼は公の注目を浴びながらも、普通の生活を送りたいという願いを示しました。ファンは、 この BTS メンバーからのさらなるニュースを心待ちにしており、今後もこのような貴重な瞬間が訪れることを期待しています。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。